はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビージです。では今回は提督の決断法パープキット PC 版のプレイですね、ドイツプレイをやっていきたいと思います。よく見るとここに秘書らしき人がいるね。まあ、それはさておいて、前回までですね、ヨーロッパからイギリス軍を排除するということで、一旦その目標は達成できている状態です。まずですね、防衛のためにというところになるんですが、アメリカの東海岸とつながっているこのアイルランド沖、一旦ここにはですね、主力空母アウドムラとミーミルを含む3艦隊ですね、これを配置しています。で、これはしばらくここにちょっと留め置く必要があるのかなというところで、もう一つね、注意が必要になってくるこのジブラルタルなんですが、ここもね、敵の海域と接しているので、今ここにはアスガルド、アスクの2つの空母を含む第2艦隊が入っているんですけども、この第2艦隊に関してはこの後、イタリア海軍の、ね、支援ということでイタリア近海まで進めます。そうするとね、ちょっとジブラルタルの防御がこの第14艦隊の潜水艦隊だけになってしまうというところがね、非常に懸念されるところになってきますので、ここをちょっとどう対応していくかというのをね、考えなきゃいけないかなというふうには思っています。で、そのためにというわけではないんですが、まずですね、このイタリア近海入っている艦隊がもうこれ1個艦隊だけになってしまっているんで、ちょっとどうにも手が出しづらいというところがあるので、まずね、ちょっと艦隊の再配置から今回は進めていきましょう。まず第一艦隊ですね。で、これは空母艦隊ではなくて戦艦、巡洋戦艦を中心とした艦隊なんですけども、これをね、ジブラルタルの方に進めて、この艦隊で、ジブラルタルを防衛しようという作戦です。2週間後に到着するので、なんとかね、2週間持ちこたえてくれというところになります。これが持ちこたえることができれば十分に勝機はあるのかなというところですね。なので、このジブラルタルの防衛が一つの肝になるかなというところと、すでにピンチになっているこのイタリアの支援、ここをね、しっかりやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。で、今回エイルとウル、大型アキラ型の空母がさらに2隻完成してます。で、開発可能になったのが3式弾というところですね。実はこの後ドイツプレイが終わったら、空母正規空母なしの縛りプレイをやろうかなとは思ってるんですけど、その時にはね、優先的にこの3式弾とか、そういったものを開発していく必要があると思うんですけど、今回はちょっと先送りにしましょうって言おうと思ってたんですが、ボタンを押しちゃいましたね。それはさておきだ。薄く入れておきます、技術開発は。なんで、さっきお話した、正規空母なし護衛空母のみっていうような場合には、もう本当に航空レベルとかこういうのは下げちゃってもいいのかなというところですね。では一通り内製が終わったので、今回新しく完成した空母をちょっとね、実戦に配備していきましょうというわけで、第5艦隊として新しく艦隊、しかもこれ4隻の正規空母出せるんだ。第5艦隊主力になりえますね。この第5艦隊をじゃあ急ぎ、これもイタリア近海へと送っていきましょう。ただガルム、スノトラ、エイル、ウル、この4空母に乗せる艦載機が多分ね、スッカスカになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。4空母に乗せるだけの多分アルミが今のこのドイツにはないんじゃないかなと思うので、今回は、ちょっとお金とアルミを使って航空機ですね、これを作っていきましょう。で、攻撃機を作る余裕もちょっと残念ながらないので、ここは
もうバカラの爆撃とバカラの戦闘に絞って作っていこうかなというところですね。本当だったらね、ある程度バランスよく配置した方がより効果は得られるかなとは思うんですが、まずバカラの爆撃を、まあ、今回はじゃあマックスを作っちゃいましょう。でバカラの戦闘機、まあ、5駅ですね、これもある程度数を用意していくというところになると思います。で戦艦はこれビスマルク級ですね、これが2隻に、あとはそれに随伴する駆逐艦もいくつかできているという戦力はだいぶでも充実してきた感じはしますね。あと新しい航空機、これは戦闘機ですね、艦上タイプのものではないんですがプファイル、能力的には悪くないですね。航続距離も2000あって最高速度が688で、空戦能力が B か、まあ、ちょっと陸上タイプのものなので、ね、なかなかちょっと使いづらいところではあるんですが、でノルウェー沖攻略のボーナス1万7000が振り込まれています。そうすると、まあ、次の目標は当然東地中海になると思います。まあ、ここでねしっかりとアルミ資源を確保しておきましょう。でお金も入ってきてアルミも入ってきてというところなので、今回もさっき、完成している空母に乗せるための艦載機、これをね、もうまとめて作っていきましょう。で作ったらもうすぐに乗せるというのをね徹底していきます。で輸送船の数もちょっと作っておいて、あとは、まあ、今回はビスマルク級をさらに2隻現像しちゃいましょう。アルフォンソ、いや2隻の余裕はちょっとないか。そうなると、防空の巡洋艦、これを用意しておきます。安く作れるんでね、数で防空を担わせるというのでいいのかなと思ってます。で忘れないうちに内政も入れておきましょう。ちょっと今回こそ見送りましょう。で技術開発は薄めではありますが一通り入れて、物資援助はいつもの石油の修理を行っておきます。で、あとは艦隊ですね。さっき、完成しているビスマルク級の艦艇を入れた、まあ、砲撃中心の艦隊、これはただどっかのタイミングでね合流を果たさせて、まあ、艦隊自体の能力の底上げを行っていければいいかなというところですね。ではあと作っておくものとして揚陸艦を、まあ、数で言うとどうだろうな、全部作っちゃいましょうか。で今の艦隊の配置状況もう一度おさらいします。まあここにはね第4第15第16って入っているアイルランド沖で、ジブラルタルにも艦隊はもう入っているはずなので確認しましょう。入ってますね。ここは戦艦部隊が入っているのと揚陸艦部隊も入っているので、どうしようかな。そしたらこの第3艦隊に関しては一度、イタリア近海まで動かしてイタリア近海で艦隊の再編を行いましょう。で忘れないうちに第5艦隊の空母に艦載機をあらかじめ乗せちゃいます。まあ、数はある程度揃えられるんじゃないかなと思うので、もう空っていう状態にはならないんじゃないかと思います。まあ、それでもやっぱりまだ数はね全然足りてはいないので数を、おお、
ウル4番艦、この第5艦隊の4番目の空母ウルにはちょっと艦載機乗せられなかったですね。とはいえアルミがないので我慢だな。となれば、まあ、お金をね使っていきます。まあ、今回はお金に余裕あるので500ずつばらまいて、さらに物資援助はいつもの石油の押し売りをしておき、諜報活動は航海まで足を伸ばしましょう。でここで慶順が2隻、揚陸艦が3隻ですね。これもね、おいおい配備していくにせよ、まずは技術開発厚めに入れていきます。物資援助は石油の押し売りしますというところで、一番欲しい航空機、これを作っていきます。まあ、航空機なければ空母の運用はできないんでね。いやーにしてもちょっと厳しいね。アルミの数がちょっと全然足りてないのかなっていうのが、この結果を見ると見て取れますね。ノルウェー沖に全然配備しなかったね。これ痛いわ。ただでさえアルミがないと騒いでるのに。よし、これで一通り配備はできていて、イタリア近海にも艦隊は集結しつつあるというところですね。西地中海まで第4艦隊ですね、これ進んできてますので入れておきましょう。バカラの爆撃機の数が全く足りてないんで、ちょっとこれ手こ入れしないとまずいな。で鉄の数がバカみたいに増えてきてるんで、鉄をやたら使うちょっと戦艦を新しく今回設計しましょう。バカみたいに鉄を使う戦艦、まあやっぱりビスマルク級でね、これをベースに、まず主砲、これを38からアップグレードできるんだったらしたいけど、48までいける、結構でかいよ。ただやっぱ上限がきついよな、こうなるとね。まあ一度速度を落とすことを前提にどこまでいけるか、まあ高速艦である必要はないかなと思うので、その分ちょっとね装甲は厚めにしておかないと不安しかないので、装甲はねちょっとこの際ギリギリまで厚くしていきましょう。ここが限界かな、82が限界ですね。これでただどうなんだろうって感じだな。まあ、確かに主砲の、攻撃力はね増したし、鉄の使う量もむちゃくちゃ増えたんで、まあ目的はある意味達成をしているかなという感じはするんですけど、まあ海ビスマルク型として、じゃあちょっと一旦登録しますか。はい、ビスマルクという形ですね。やっぱり機関がもうちょっと入ってこないと厳しいかなというところはありそうですと。であとは大型のアキラ型の空母、これをさらに発展させていきたいので、どうしようかな。グラフスペリン型、これをちょっとベースに新しい空母考えてみる。100以上は欲しいよね。110、まあ一旦ちょっとじゃあ110をベースに考えてみましょう。で速度はいつも言ってるんですけど遅くていいので、まあ23まで落としましょう。で手法なんかは積む必要はないので、まあ砲撃戦はもうしないことが前提ですね。これでどうだろう。でちょっと今ある空母ははっきり言って装甲がベニヤ板なんでちょっと厳しいというのがあるので、できれば装甲は強化したいんだけど
それでもやっぱりこの辺りが限界だな。そうだね、ちょっとここまでが厳しいとこかな。じゃあこれ下位アウド村級としましょう。そういえばアウド村とね対をなす、ものがスードリーっていうのが出てこなかったんですけど、教えていただいた方本当にありがとうございました。でスードリー以外にもなんかこれとね同じ型番のものがいくつかあるよっていうことで、ちょっとそこは本当に全然知らなかったんですけど、まあ、いくつかあるよっていうのをね教えていただきました。ありがとうございました。鉄がちょっと余っちゃってるんで、次回から鉄をちょっとどうしようかな、日本に供与しようかな。合成農作薬が開発可能になってますね。では航空機の開発、これはちょっと厳しいんでやめとこう。まだまだ無理ですね。でお金もねちょっとどうだろうな、アルミがどんくらい入ってるかちょっと見てないんですが、日本軍は鉄が全然なくなっちゃってるね。これはこれでなかなかきつそうだけど、じゃあ航空機を作っていきます。どんくらい、うわ全然作れないわ。こうなると第5艦隊の空母、これちょっと考えちゃうね。25機、まあ今の足しても44機ですね。で第6艦隊はどこまで来てる、あ第6艦隊動かしてなかったか。じゃあこれはイタリア近海まで動かしましょう。で今いる艦隊、このイタリア近海に詰めているこの艦隊、これ再編できるならしちゃう。第9艦隊、第2艦隊、第5艦隊の、まあ、いわゆる、護衛艦がちょっと数足りてないんで、第9艦隊から引き抜きましょう。まず、従順2隻、これ引き抜いて、あとは、軽巡も引き抜きましょう。さらに、駆逐艦3隻引き抜くと。こんなところかな。これで、第2、第3、第4と、ある程度数が揃った形になりますね。では、早速、東地中海に着くイギリス軍、これの攻略を行っていきましょう。ちょっと怖いのがね、強いんですよね、イギリス軍。なので慎重に戦っていきます。ちょっと待って、ちょうど何スパイが逮捕された後だったんだね。タイミング悪いな。もう攻め込んじゃったんでどうにもならないけど。了解。了解。了解。第1艦隊だけ、自分で指揮を取りましょうか。いや待て待て待て、あそこにいるぞ。となるとすぐにでも攻撃隊を出したいな。偵察機の行く方向が違ってるよ。敵の艦隊はどうかというと、さすがよイギリス軍強力だな。早いよ、早すぎる。まあ、ここはちょっとね、従順部隊、うわここで雨か、しかも空母は絶対に守ってくれって言いたいところなんで、
空母だけは何があっても守ってもらう。よし、敵の高速艦隊、駆逐艦とかを中心にした艦隊は壊滅させられそうですね。そうすると揚陸艦を、敵の基地へと出していきましょう。雨が降ってる今はどうにもならないんでね。ちょっとまずい動きをしているのが、空母のところにちょっと敵の高速艦が迫ってきてるのが気になるかな。見てるよ。空母は退避、撤退させよう。味方の空母、これがちょっとピンチだな。初の空母喪失っていうことにもなりかねない状態ですね。こっちの空母、第5艦隊の空母は無傷なので、まあ、ちょっとその空母を使って、まあなんとかね、敵の基地、あとは残存艦隊、これの撃破かな。で、アキラ型の空母は、まあ、なんとかね、一隻だけ残っているところに関しては洋上基地としての運用、まあ、当初の予定通りの運用に切り替えましょう。一旦敵の艦隊自体はこう持ったでいいのかな。ここでちょっと夜になっていきそうですね。一回攻撃が入ればいいかな。はい、これで敵の艦隊と基地3確保できたので地中海も抑えられそうですね。艦隊にただちょっとダメージが出てます。確認していきましょう。まずは空母、これが第2艦隊から大破が2つ2隻ですね。さらに第3艦隊からは戦艦1隻、これが撃沈されています。でさらに揚陸艦2隻も撃沈を受けていて、結局地中海の敵基地の占領はならず破壊という形で終えています。第5艦隊は無傷ですね。で、出撃した
航空機の機関率も悪くはなさそうかなというところですね。まあ、ただしちょっとダメージが出てるところがあるので、ここに関して言うとドック入りは避けられないかなというところですね。さらに一気に開発可能なのが増えたな。大型ディーゼル機関の1、これ完成すると、空母なり戦艦なりが少しグレードアップできるかなというところですね。で、東地中海で19,000臨時ボーナスです。で、次は黄海まで進出しましょう。で、お金、鉄、アルミと、十分な資源の蓄えができつつあるので、今回はちょっと大盤振る舞いはしていきましょう。まず新兵器開発ですね。水上レーダー、進行剤どうする。設計時に船体の耐久力の上限が上がる。今すぐ設計するかって話だよな。大型ディーゼル機関、これも設計時の話ですね。航空用レーダーは自動的にアップグレードされるという話なんで、そうなると、まあ、お金に余裕があるんで今回も何も考えずに全部入れちゃいましょう。で、技術開発、これもお金をふんだんにばらまいていきます。物資援助は鉄、これを5000供与で、諜報活動は航海、さらにカナリア沖、ここの2つに入れておきましょう。で、さらに前回ダメージは少なかったとはいえ、航空機の数足りていないのはまだ足りていないので、これバカラの爆撃機を89作っちゃうとお金がなくなるんで70にしておきます。で、今取った地中海ですね、ここに忘れずに輸送船を配備して、これで大丈夫かな。で、ダメージの出た艦隊あったと思うんですが、第2艦隊を一度イタリア近海に戻します。第3艦隊もイタリア近海へと戻します。で、ちょっと揚陸艦の数がね全然足りないっていうのが分かったので、揚陸艦を残ったお金で作っていきましょう。で、各艦隊に揚陸艦どうだろうな、4隻ぐらいずつ入れられれば、まあ敵の基地占領が叶うのかなというところですね。で、東地中海に新しく、飛行場を作ることはせずに、その1個先、航海を、ね、早めに取るというところを念頭に作戦を練っていきたいかなというふうに思っています。では、時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回航海の攻略を行っていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。